深夜1時、誰もいない閑散としたアーケード。そこは一直線に先を見通した回廊となっていた。日常的には姿を現すことのない異世界への入り口がそこにあった。規則正しく整えられたレンガ道はわずかに傾斜となっており、それがきれいに先を見通す回廊を演出している。普段は人混みの中をただ通過するだけのアーケード。しかし静寂の回廊に立ち尽くすと、奥へ奥へと誘われていく、そんな気がする。吸い込まれるように歩みを進めると、暗闇にぼんやりと浮かび上がる白い十字架。なぜこの位置に十字架なのか、まるで神の身元への道筋であるかのように、回廊の出口に佇んでいた。